エクステンディドインダストリー、スタンダードアーキテクチャ。ー、エクステンディドインダストリー、スタンダードアーキテクチャ。ー、通常 ASA、EISA と略されるは、PC、a t 互換気用に開発された三十二ビットコンピュータバスアーキテクチャで、ある。ASA は、IBM の IBM PS2 に搭載された MCA に対抗すべく、PC、a t 互換気メーカー9社、AST リサーチ、 成功エプソン、ヒューレット・パッカード、日本電機、オリベッティ、タンデラジオ・シャック、バイズ、ゼニス・データ・システムズによって1988年末に制定された。企画書は有料で配布されたものの、企画そのものはパブリックドメインとされている。高度なバス調停機能、リソースの自動設定、4G バイトまでのメモリアドレスサポート、理論最大33アンバイツ。 セックの帯域等 MCA にほぼ匹敵する仕様を持つが、イサとの互換性を維持するためにノイズ対策に必要なグラウンド信号線のレイアウトが最適化できず高速化に制約が課せられていたため絶対的な性能では MCA に劣る。ASA はイサを縦方向に拡張しエッジコネクタの接点を二列の千鳥配置とすることで三十二ビット化してあるため MCA とは異なり、イ、e、サのボードや、XT バスのボードをそのまま装着することが可能でる。このことから、互換機メーカー各社にとって、介護管制の断絶というリスクを犯さずに、バスの高速化が図れるメリットがあった。そのため、IBM も後年になって一部の機種に採用している。とは言うものの、互換性に重視を置きすぎたため、 信頼性はともかくデータ転送帯域が絶対的に不足し、VL バスや PCI が普及する中、次第に市場から消え去っていった。もっとも、インテルの PCI バス対応チップセットでは、PCI、ASA ブリッジチップ、82375EB、SB 及び ASA コントローラなどとして、通常のサウスブリッジを置き換えるチップセット、 が4 5 0 g x チップセットの世代までオプションで提供されており、これには対象型マルチプロセッサを実現するのに必要な APIC が内蔵されていたこともあって、サーバー向けには比較的後年まで ASA スロット搭載機が提供されていた。百八十五年に発表されたインテル百八十六によって、百八十六年以降、 従来16ビット幅の汎用データバスを使用していた IBM PC-AT とその後換気、その他の類似した X86K プロセッサ搭載、パーソナルコンピュータにおいては汎用データバス及びそれを用いる拡張スロットの32ビット化が喫緊の課題となりつつあった。この問題は一旦はコンパックなどによる32ビット化する範囲をメモリや チップセットといったメインボード上のローカルなバスに止め、外部拡張スロットには従来通りの16ビット幅のデータスを利用する手法で問題の先送りが図られた。だが、将来のオペレーティングシステムやアプリケーションソフトの必要メモリ量の増加、それに拡張バスに接続される各種デバイスの性能向上を得た場合、未来のいずれかの時点で、 汎用データバス規格を変更あるいは拡張し、より高速活高機能な32ビットバスを導入する必要があることは明らかであった。この問題については、欧米で一般に使用されていた PC、AT の生みの親であり、当時 PC の各種規格についての決定権を事実上独占していた IBM の動きが注目された。 そもそもコンパックなどが自社製品へのインテル8386採用に際し高速化の恩恵の及ぶ範囲が狭いローカルバス方式を採用し汎用拡張バスの独自拡張を避けたのも後から PC、AT のオリジネーターである IBM がそれとは互換性のない汎用32ビットバス規格を制定した場合自社規格の32ビットバスが孤立する 危険性が極めて高いためであった。だが、1987年に IBM が PC-AT の後継機種として満を持たして発表した PS-2 とそれに採用された MCA と呼ばれる新しい汎用32ビットバス規格は PC-AT 互換機を製造していた多くのメーカーに虚反応を示させるものであった。なぜなら、 MCA は IBM が保有する多数の特許によって厳重に保護され、互換機メーカー各社が IBM からのライセンス取得なしに製造できないようになっていたためである。しかもこの MCA は従来のイサスロットに対する電気的な過放互換性やカードそのものの物理的な互換性を一切切り捨てることで高性能化を実現しており、 さらにそのライセンス供与にあたって IBM は互換機メーカー各社に対し各社が販売した PC 互換機すべてについて過去に遡って高額のライセンス料支払いに応じることを許諾条件の一つとして提示しこの許諾条件は IBM 製品に対する価格面での優位性によって市場での競争力を得ていた互換機メーカー各社にとって 到底許容できる条件ではなく、またイサバスとの共存を拒否する MCA の採用は、既存のイサ用拡張カードを購入した顧客の利便性を損なうことを意味していた。このため、ごく一部のメーカーは MCA のライセンスを取得し、実際にも MCA を搭載するマシンを製造販売したものの、1987年当時、 アメリカ市場において有力であった大手 PC、a t 互換機メーカー級、具体的には、AST リサーチ、成功エプソン、ヒューレットパッカード、NEC、オリベティ、タンデラジオシャック、バイズ、ゼニスデータシステムズの各社はこの条件提示に応じる、こう拒否した。もっとも32ビットの新しい汎用バス規格が必要な状況には変わりがなかったため、 これら9社は協議の上、MCA に対抗可能でなおかつ従来のイサに対する上位互換性を備えた新しい半32ビットバス企画の開発に乗り出し、IBM とは異なる道を進むことを決断した。こうして MCA に対抗する ASA が誕生し、アメリカの PC 市場では一時 MCA と ASA の激しい競争が起きた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。